ドロシア、リンドディックスはアメリカ合衆国の社会活動家である。今までそれほど精神病院の整備が行われていなかったアメリカにおいて、衆議会やアメリカ合衆国議会への精力的なロビー活動を行い、困窮した精神病患者のための本格的な精神病院を多数設立した。南北戦争の間は陸軍看護師の監督官を務めた。 メイン州ハンプデンの町で生まれ、幼い頃はマサチューセッツ州ウースターで育った。ジョゼフ・ディックスとメアリー・ビゲローの間に生まれた三人、兄弟の長子であり、祖先はマサチューセッツ湾植民地の住民であった。父は移動労働者であった。12歳の時、ドロシアはドクター・イライジャ・ディックスの妻でボストンに住んでいた裕福な祖母、ドロシア・リンドのもとに逃げ出したが、これは 両親がアルコール依存症で特に父が虐待を行っていたためであった。1821年にリックスはロストンで学校を始め富裕層からの支援を取り付けた。この直後にリックスは困窮死家庭で適切なケアを受けていない子どもたちを教育する仕事を始めたが健康を害してしまった。1824年から1830年までリックスは 主に宗教的な著作や子供向けの物語を執筆していた。著書であるカンバセーションズオンコモンシングスは1869年までに第6版を数えた。ザガーランドオー n フローラはエリザベス・ワートのフローラズディクショナリーと並んでアメリカ合衆国で最初に出版された2冊の花言葉辞典のうちの1冊である。1831年にリックスはボストンに 女子のための模範校を設立し、1836年までこれを運営していたが、同年に再度健康を害してしまった。雇用の目的で1836年にイングランドに旅行し、そこでラスボーン一族と知り合いになった。一族はディックス・オリバプールにある先祖代々の屋敷、グリーンバンクに招待した。ラスボーン一族はクエーカーで、 社会改革運動で顕著な業績を上げている人々であった。グリーンバンクでリックスは政府が社会福祉に直接的かつ活動的な役割を果たすべきだと信じる一団の男女に出会った。英国において精神疾患にかかったもののケアを改革することを目指す狂気改革と呼ばれる運動についても知ることとなった。この運動のメンバーたちは精神病患者を収容する 各種施設を入念に調査しており、研究結果は、庶民院に報告していた。1850から55年頃のディックス、この時代において、精神病患者の治療を改革する運動は、奴隷制度廃止運動、禁止運動、選挙改革など、他の先進的な大義と結びついたものであった。アメリカに帰国後、1840年から1841年まで、ディックスは、 マサチューセッツ州全土で困窮した精神病患者のケアについての調査を行った。ほとんどのケースでは町が地元の住民と契約し自分で生活することができず世話してくれる家族や友人もいない精神病患者のケアを任せていた。規定も資金援助もないためこのシステムのせいで広く虐待が見られるようになっていた。ディックスは調査結果を激烈なレポート 陳情書として交換し、精神病患者に加えられている虐待の実態の様子をマサチューセッツ州議会に報告した。リックスのロビー活動は、ウースターにある州の精神病院を拡大させる法案につながった。1844年にリックスは同様の調査のため、ニュージャージー州にあるすべての軍を訪問し、刑務所や救品院を調査した。 自らの観察と事実を証実した陳情書をニュージャージー衆議会に提出するために準備した。ディックスは精神病患者のケアと治療の施設を建設するために衆議会が行動を起こし資金を充当するよう緊急アピールを行った。ディックスはこうした不運な人々に対して衆が責任を負っていることを強調すべく陳情書で多数のケースに触れている。 ディックスは、議員及び法律家として尊敬されていたが老年に、差し掛かってから困難に直面し、精神の病にかかった男性の例を挙げている。ディックスは必要とされる治療や世話を受けることができない、まま、軍の給品員の地下室にある小さなベッドに寝ている、この男性を発見した。衆議会の多数の議員が、この貧困に陥った、法律家のかつての様子を知っていた。 1845年1月23日、ジョゼフ・エース・ドットが衆議会上院にディックスの報告書を提出した。ドットが提出した精神病院を認可するための決議は翌日議会を通過した。委員会が2月25日にレポートを作成し、ニュージャージー衆議会にすぐさま行動を起こすよう訴えた。これを支えるために必要な税金のせいで、隠密にこの案に反対する。 政治家もいた。リックスはロビー活動を続け、支援を募るため、手紙や論説を書いた。会期中に、リックスは議員たちに面会し、夜は家で会合を開いた。認可法案は1845年3月14日に最終審議のため取り上げられ、3月25日に、州立施設を設立する法案が通過した。ィックスは、ニューハンプシャー州から、 ルイジアナ州まで旅をして困窮した精神病患者の現状を記録し、衆議会に提出するレポートを作成し、権限付与のための法案や必要な予算案を書くため、委員会と共同した。1846年リックスは精神疾患について学ぶため、イリノイ州に旅したが、ここで病気になってしまい、回復のためスプリングフィールドで冬を過ごした。 ディックスは1847年1月に衆議会に報告書を提出し、この会期中にイリノイ州で最初の精神病院を設立する法案が採択された。ハリスバーグ州立病院の敷地にあるドロシアディックス博物館1848年にディックスはノースカロライナ州を訪れ、ここでも精神病患者のケア改革を求めた。1849年に ノースカロライナ州医学協会が設立され、州議会は、シュートローリーに、精神病患者のケアのための施設を建設する認可を出した。ディックスに敬意を表して命名されたドロシアディックス、病院が1856年に開院した。精神病患者のための二つ目の州立病院が1875年に認可され、モーガントンに、ブロートン州立病院が開院した。 最後に、この州では人種隔離が行われていたため、ピードモント地域にアフリカ系の精神病患者を対象とするゴールズボロ病院が設立された。リックスには偏見があり、精神病はマイノリティではなく、教育のある白人の現状に関連して発生するのではないかと考えていた。リックスはペンシルベニア州最初の公立精神病院である。 ハリスバーグ州立病院の設立にも協力した。1853年にディックスはこの病院の図書室と読書室を作った。ディックスは1853年に精神病患者のケアを調査するため英国の植民地であったノバスコシアを訪問した。旅行中に離島であるセーブル島に赴いて精神病患者が見捨てられていることについて調査報告を書いた。 この報告はあまり根拠があるとは言えないものであった。セーブル島にいる間、リックスはナンパの救助活動を手伝った。ボストンに帰ると、リックスは、セーブル島に高品質な人命救助用具を送るためのキャンペーンを実施し、これはうまくいった。リックスが手がけた最も大きな仕事は貧困精神、障害者福祉法案であり、これは合衆国の所有地を、 精神病患者や障害者の利益のために使用できるという法案であった。土地売却による収益は精神病院の建設、維持のために州に配分される。リックスの土地法案はアメリカが州国議会の領域を通過したが、1854年、社会福祉は州の責任事項であるとして、フランクリン・ピアース大統領が拒否権を発動した。 自らの土地法が通過しなかったことに傷つき、リックは1854年から1855年にかけてイングランドヨーロッパを旅行した。リックスはラスボーン一族と休校を温め、スコットランドの精神病患者収容施設を調査した。この調査により改革を監督するために、スコットランド精神疾患委員会が設立された。 マサチューセッツ動物虐待防止協会を検証するためディックスがボストンに寄贈した馬のための水飲み場南北戦争の間、ディックスは北軍により陸軍看護師の監督官に任命された。もう一人の候補としては医師のエリザベス・ブラックウェルがいたが、ディックスが選ばれた。ディックスその他の人々は社会活動家として成功するために必要であった。 自立心や一つのことに集中して取り組む熱意といった性質は危機的状況の中広い地域で活動する多数の女性からなる看護師組織をうまく運営するにはあまり効果がないということに気づいた。リックスは看護師候補者についてのガイドラインを制定した。志願者は35歳から50歳までで地味な外見でなければいけなかった。宝石や化粧は禁止で、 フープのない黒か茶色のドレスを着ることになっていた。ディックスは病院に傷つきやすく魅力的な若い女性を送ることを避けようとしており、病院ではこうした若い女性が医者や患者といった男性にいいように搾取されるのではないかと心配していた。ディックスはしばしば自分が訓練したり雇ったりしたのではない志願。 看護師を解雇したので、アメリカ衛生委員会などの支援団体の怒りを買うことがあった。リックスは、医師と意見が合わず、医療設備や看護師の雇い入れ、解雇などについて、よく論争していた。内会も外会も多くは病院に多数の女性看護師がいることを好まなかった。行き詰まってしまった問題を解決するため、陸軍省は、 第351号規定を1863年10月に導入した。これにより、軍医総監ジョゼフ・ケ・バーンズと陸軍看護師監督官リックスの両方に女性看護師の任命権が与えられることになった。しかしながら、この規定により雇用した者や志願者を病院に割り当てる権限は医師にあるということになった。このためにリックスは、 直接的な運営業務を行う責任から解放された。一方で、医師のメアリー・エドワーズ・ウォーカーや看護師のクララ・バートンといった他の欠出した女性の活躍により、リックスの影響力は削られていった。リックスは1865年8月に辞職し、後に自分のキャリアにおいてこのエピソードは失敗だったと回想している。何千人ものカトリックの修道女が、 陸軍看護師として目覚ましい働きを見せたにもかかわらず、リックスは修道場を信用していなかった。反カトリック的な考え方を持っていたため、リックスはアイルランドやドイツの修道場たちと共同することがうまくできなかった。しかしながら、北軍と南軍の負傷者に分け隔てなく看護を提供したため、アメリカ南部においてリックスについては良いイメージが記憶されることとなった。 ディックスの下で働いていた看護師たちは南軍負傷者にとってはしばしば戦場で唯一ケアを提供してくれる存在であった。南軍がゲティスバーグの戦いで退却した際、5000人もの負傷兵が置き去りにされた。この兵士たちは多くの場合、ディックスの部下であった看護婦に治療を受けた。北軍の看護師、コーネリア・ハンコックなどが 南軍の患者たちの苦痛と治療について記録を残している。南北戦争の後、リックスは囚人、障害者、精神病患者のケアを改善するための改革運動を再開した。最初の活動は戦争による設備への損害を見積もるためにアメリカ南部の精神病院と刑務所を調査することであった。1881年にリックスはモリス・プレーンズにある ニュージャージー州立病院に引っ越した。衆議会はディックスに就寝で使える資質を割り当てた。病気に苦しんでいたが、ディックスはイングランドや日本など様々な場所に住む人々と文通していた。ディックスは1887年6月17日に亡くなった。マサチューセッツ州ケンブリッジのマウントオーバーン墓地に埋葬されている。ディックスは 陸軍看護師協会の就寝会長に選ばれたが、この組織に関連する活動はほとんど行わなかった。リックスは協会メンバーによる軍属音給受給を求める動きに反対した。1983年にアメリカ合衆国郵便公社がチャリティと奉仕に人生を捧げたリックスを記念し、偉大なアメリカ人切手シリーズの一枚として一セントのドロシアリックス切手を作った。 第二次世界大戦で使用されたアメリカ海軍の軍隊輸送船の中には、リックスにちなんで名付けられたアセスド・ドロシア・エルディックスという船がある。この船は1940年から1946年まで従軍し、戦時中に5つの従軍聖書を受けた。メイン州にある番号メンタルヘルス研究所は2006年8月にドロシア・リックス精神医療センターと改名した。 金星のクレーターには、ディックスにちなんで名付けられたものがある。ボストン女性ヘディテッジトレールでもディックスが記念されている。この他にもディックスは、多数の囚人に関する小冊子議会提出用の精神病院を主題とする多くの陳情書、事前事業についての報告書を書いている。ありがとうございます。